吉田海卓球文字選手だったんですが、今は非常に落ち着いていました。そう、はい、組み立てていってると思いますね。はい、ルベストってしまうところがあったんですけども、はい、やはり吉田選手打ってくる、浮いたところ、しのぐ、もう一つしのぐ、よくしのいでいる、徹底的にバックを取りました。この吉田海払う、強打、決まった、流れをそこで見ることができます。ネットにかかって入る、フランス戦です。よっしゃー、ボールに最低は最低してほしいですね。浮いた、ブロック、またバック側に打ってくる、厳しいコースだ。サーブ、短いサーブ、くっつく、浮いた、バックに来る、ここもしのぐ、フォアに行く、決まった、ゲームを取れば日本の勝利。そうですね、やはり積極的に攻めていくことが関与と勝ってのこの第3試合が吉田です。強烈、さあ短いボール、オーソドックスなこのペンホルダースタイル、今ではかなり少なくなりました。打ってくる、押してきた、サーブに対しての重要なレシーブです。長いボール、クロスに打つ、ストレート、